嫌なことがあった時も書きます。書きます。嫌だって言って書きます。すごい嫌だって思ったっ、それをぶつけるみたいな。そう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 、だからすっきりするんですよ、書いたら。なんですかね、それ浄化されるみたいなことなんですかね。まあ、そうですね、整理がつくんですかね。そう、整理がつくんです。だから今でいうそのアウトプットするっていう作業をすると空っぽになってまた新しいのを入れてくるじゃないですか。ずっとこうなんですね。はい、そうそう、入って出して絵として出して再建して絵として出して、で絵として出すことによっていろんな人と出会う機会も、そうですよね、そうですよね。そしたらまたそこで体験になるから、はい、また、エンドですね。これ終わりないですね。そう、だから誰かに会うと、全然ずっとじゃないですか。そうそう。だから誰かなんか新しい出会いがあると、その人をイメージして書いたりもします。すごい。人をイメージとかもあるんですか。はい、そっちに書いてそこら辺にやっこっちの絵とかはみんなとある人をイメージして描いた絵です。これこれ、うん、こそびらのこの上も上の、あ、こっちも、このそっちの上に、あ、これも平らに置いてあるのもみんなとある人物友人たちをイメージして描いた絵です。描いた、それをなんか図形化してる。だから、へー、すごい。何がどうなったらだからまずこうなるんだろう。その描く相手の第一印象、うん、で形にすると丸だなとか楕円だなとか雲型だなとか四角いなとかこういうイメージだなって第一印象みたいなのあるじゃないですか。ありますよね。話してたら、うん、あ、意外となんか柔らかいふわっとしてる人だなとか、うんうんうん、そういうのをどんどん図形にしていったり、その人となんか過ごした時間に、まあ、お茶したなとかお酒飲んだなとか、そういうこともなんか書いていく。で、この人ってこんな色のイメージだよねって私が勝手にですよ。あ、色はちょっとわかるかもしれない、なんとなく、うん、で、それをちょっとその辺の作品はちょっと色をちょっとチョイスしたっていう感じ、うん、で、みんなそれをだから友達にも描きました。なんかもうここに青が入ってるだけのこれだけで可愛いとか思っちゃうんですよ。ありがとうございます。何を可愛いと思ってるのかも分かんないですよ、自分で。でもいいんですよ、別に可愛いなと思ってるんですよ。何を可愛いと思ってた俺はって思っちゃうんですけど、それ面白いですよね、絵見てて、うん、自分でも分かんないんだけど、うん、感動してることは分かる、うん、でも言葉にはできなくて、自分では私もなんか言葉にするのとっても苦手だから、こうやって絵で例えば、そうなんですか。